ははい皆さんこんこにちはレック専任講師のバタです今日はですねレック名古屋駅前本校で行われます本試験後のイベントについて、えー、お話をしていこうと思います。さあこの動画を見ている方はまあ昨年本試験を受けられて、まあ、合格発表待ちの方もしくはもう勉強再開されている方いらっしゃるかもしれませんが今回はこういったイベントのご案内ですね 特にレック名古屋港2月の1日にイベントがこう目白押しですからそちらについてお話をしていこうと思いますちょっと動画見てる方によっては対象になるものならないものあると思うんですがはい2月の1日名古屋駅前本校で行われますまず一番最初11時から12時ですねはい私が担当する経験者向けコースの説明会ですねはい合格発表までこう 待ってていいただいてで惜しくも合格できなかった方ですとかもともと合格発表後からリスタートかけていこうと思った方向けのイベントですね。はい、私が担当すするコースの説明をしていきますそして、えー、13時からは、はい、こちらに関しては、ね、全ての方が対象かと思うんですが4月の1日から改正民法を施行されますよということで、まあ、特に知っておきたい改正民法の重要ポイントについてお話をしていきます。 なのでもちろん今年受験される方も参加していただきたいですし例えば合格されてる方もね改正民法よくわからないぞって方はぜひ参加してもらいたいと思うんですねはいいろんな方にご参加いただけると思いますあと15時からははい私この度書籍を出版することになりましてそちらに関してのイベントということになっていきますちょっと別チラシがありますから移していきますね はい、こんな形で、えー、イベントを行います、まあ、テキストをねお作ってえ問題集も作りましたということなので、まあ、このイベントの中でこのののテキスト話話ですすとか問題集の話をしていきます、うん、ただそれだけではなくて、まあ、初めて勉強される方にとっての注意点ですとかね、まあ、学習経験者の方にとって勉強する上での注意点もお話ししていきますので。 あの書籍のことだけ話すわけではないですからこちらも全ての受験生の方ご参加いただけると思います。はいということですねうんなので、まあ、とにかく2月の1日はレック名古屋駅前本校をお越しくださいということですね。で今回中継はないので、まあ、あの東海地区 のお住まいの方がメインにはなると思うんですが、あの是非ね。2月1日ご参加いただきまして、あの皆様とお会いできるのを楽しみにしています。では、よろしくお願いいたします。